SnowMan の渡辺翔太と中村アンが主演を務めるテレビ朝日系をしドラサタで、陳太く君は意地悪毎週土曜夜11時の第8話が7日に放送された。ラストの展開に驚きの声が上がっている。原作は2020年、めちゃコミック、年間ランキング1位、累計閲覧数1.3億回突破。 2024年6月時点無料 DL 数を含むめちゃコミックサービス内での累計 DL 数を誇る同名人気コミック、ヨシーユー、めちゃコミックオリジナル。恋愛や結婚に全く興味がない、年下絶食系男子と恋愛から遠ざかっている35歳目前の、干物系女子が小さな嘘から始まる年の差、協定恋愛をスタートさせる、超王道ラブコメだ。 青島くんは意地悪最終回直前の急展開に反響。第7話ラストにて、雪野と太貸の前に現れた賃貸の海の母、坂本組木村貸。翌日には雪野の家を訪れ、水木と別れて欲しいの、と告げ、雪野を動揺させた。一方で、二人の仲は深まるばかり。会社では二人きりでラブラブの一時を満喫するほか、 新太郎が雪ノをデートに誘い遊園地に行くと、アイスクリームを食べさせたり、プリクラを取ったりと仲睦まじく過ごした。しかし、その帰り道、新太郎が雪ノの手を離し、僕、雪ノさんと会えなくなります、と一言告げるのだった。さらに次回予告では、新太郎が交通事故にあったと思われる場面が映し出され、視聴者からはあんなにラブラブだったのに。どういうこと、ジェットコースター展開。 理解が追いつかない、パニックパニック、辛すぎる、最終回前なのに、ハッピーエンドになりますように、と驚きの声が続々と上がっている。